2024年10月18日、ラッキーフス25、2025年8月9日から11日、国営ひたち海浜公園が開催4年目にして、ラッキーフムとバークスの共催で開催されることが発表された。長く生きているといろんなことが起こるけれど、これほどエキサイティングな環境がバークスに舞い降りて、来るなんて文字通り夢のような出来事だ。これまで歩んできたバークスの事業レベルとは桁違いのビジネス、影響力、可能性、感動、興奮がやってくる。このエポックな事象をうまく伝える言葉が見つからないけれど、何はともあれ武者震いが止まらない。バークスが2000年4月に日本初の音楽メディアとしてスタートを切った時は、インターネットの人口普及率は4割にも満たない環境だった。あれから24年、長いようで短く感じるのは、あまりにドラスティックに時代が変貌し、価値観がひっくり返るパラダイムシフトがいくつも起こったからだ。この変貌ぶりは今更言及することでもないけれど、たった24年で新聞も読まず、雑誌も買わず、テレビも見ない時代になり、そもそも生活範囲内でしか機能しなかった口コミが国境を越えて世界中にリーチされる時代になった。今では元来最も強い影響力を持つ口コミがマスコミをまるっと飲み込んで、子から子へダイレクトに影響を伝播させることが当たり前となった。音楽業界もその煽りを真正面から受けた。レコーディングされた音源を1枚でも多く販売するために機能してきた音楽業界だったけれど、レコードであれ CD であれデータであれ、音楽を購入することはなくなってしまった。すべての音楽はクラウドにある。もはや音楽を所有するという行為はレガシーな伝統文化に過ぎなくなった。いや、もちろんグッズという立ち位置はありますけど、原版ビジネスというより IP ビジネスよね。今思えば2000年代後半、音楽業界は新作音源やミュージックビデオのネット上での取り扱いに業を煮やしていた。ファンを増やすためには聴いてもらう機会を増やす必要がある。でもタダで聴かれたら音楽が売れない。販売時はミュージックビデオと呼ばれ、ネットに置かれるとプロモーションビデオと呼ばれたりもしたが、両者の分水嶺が不透明だった。当時はいくら見られてもいいようにと、ミュージックビデオにストーリーを持ち込んで途中で音楽を分断してみたり、セリフやサウンドエフェクトを重ねてみたりと、繰り返し聞く音源として機能しないような商材句すら現れた。様々な試行錯誤が繰り広げられたけれど、結果クラウドに置かれた音楽は宣伝することと聴いてもらうことと収益が三位一体となり、そのまま同一化された。たくさん聞かれることが収益となり、その行為が宣伝となる今のビジネス構造は、音楽のあるべき健全な姿に収束したのかもしれない。とはいえ、どうやって新たなファンを獲得するかというテーマは手つかずのままだ。 SNS があればファンサービスには事欠かないけれど、ファン未満の人々、未来の音楽ファン、まだ出会っていない潜在層に情報を提供できるのは、今もなおメディアが担う重要な役目だ。そして新たな音楽との出会いの場となり、最も最先端なプレイリストが渦巻く底知れぬパワーを発揮するのが音楽フェスだ。フェス文化が活況となり、今ではフェス自体がメディアとなった。音楽フェスというとてつもないエネルギーが発せられるリアル、そこにその様子を一人でも多くの音楽ファンに届けることに注力した音楽メディアが手を組むのは必然であり、欠かせぬ仕組みだと私は思っている。
音楽業界がライブやフェス、イベントなどに活路を乱す環境下において、ラッキーフスは巨大音楽フェスの一角として、多くの人々の憩いの場となるテーマパークとして長き歴史を刻み続けることになる。そんなスタートを切るエポックな取り組みが、ラッキーフムとバークスの共催だ。一緒に夢を見る仲間や音楽関係者、新たなエンターテインメントをクリエイトしていくアーティスト、そして音楽を愛する企業、団体も含め、いろんな方々との新たな出会いにワクワクしながら、最高にエキサイティングなフェスを生み出していきたい。皆さん、お力を貸してください。めんどくさいこと、誰もやりたがらないこと、でもすごそうなこと、そんなとてつもなく面白そうなことが大好物なあなたと仕事がしたいです。ブンバークス烏丸哲也。